はい、今日はですね、ドミナリア期間の自分のマジック・ザ・ギャザリング・アリーナのプレイ記録がメールで送られてきましたので、それをちょっと見ていきたいかなと思っております。はい、こちらの方ですね、プレイ期間なんですけども、おおよそまあ25日ぐらいプレイしたのかなと思っております。まあ、この辺は結構記憶なのでアバウトですけどね。はい、でこちらの方見ていきますとですね、ゲームプレイが139、クエストゴールドが15000、まあこれ大体なんでしょうねぐらいと、デイリーウィンも1万ぐらいというところですね。でマスタリーが32までいってて、で構築もリミテッドもこれブロンズというところですね。でブースターを15開けて、一番使ったカラーが白、一番プレイしたフォーマットがスタンダードで、そのスタンダードでの、勝利回数が45と、おそらくこの139のゲームプレイっていうのはまあチュートリアル含めてということだと思います。ちょっと多すぎるので、はい。でまあチュートリアルがおそらくそのカラーチャレンジ等含めて、35戦ぐらいだったと思うんですね。はい、あのスパーキーですか、スパーキーとかも含めて、はい。でドラフトが1回チャレンジして8戦してるので、まあスタンダードがだいたい95戦ぐらいやった差し引きではそういう風になりますね。なんか自分ではそこまでプレイしたのかなっていう感じなんですけども、そういう形になるかなと思います。でまあスタンダードがまあだいたい半分ぐらい勝ててるのかなっていう実感だったんですけども、まあそうですね、あの半分、まあちょっと下回るぐらいだったかなというところですね。はい、でドラフトはまあ非常に良かったんですけども、もっと参加していきたいかなというところですね。はい、なんかあのこう1ヶ月ぐらいプレイしてっていうところですね。あの初心者でこういう形だったんですけども、まあ今後もちょっと頑張っていきたいなと思っております。皆さんもあのこういうプレイ記録見てですね、自分のプレイ振り返ってですね、なんかこう見ていったらまた新しいものが見えてくるんじゃないかなと思っております。ちょっといろいろと皆さんの方も見てみたいなって、なんかいろいろと共有できたら面白いなっていうのも思いますね。はい、ありがとうございました。